見事4安打完封勝利、横浜 DeNA ベイスターズ東和樹選手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。まずは今日のピッチング振り返ってください。そうですね、まずストライクゾーンにどんどん投げられたことがすごい良かったかなと思います。初回岡林選手にいきなり初球ヒット打たれましたが、元チームメイトの細川選手を偵察に打ち取りました。あそこが大きかったんじゃないでしょうか。あの回を、偵察で切り抜けたことで、うまく自分の流れに持ってこれたのかなとは思いました。そしてチームは5回にチャンスで4番の牧選手が打ってくれました。貴重な先制点になりましたね。そうですね、やっぱり4番の牧は力をそれで取ってくれると思っていたので、本当に感謝したいと思います。東さんの完封はルーキーイヤーの2018年以来5年ぶり、自身2度目ということですが、どうでしょう、今日意識はどのくらいかしていましたか。完封への意識は何回ぐらいからしていましたか。いや、何回というのは特になかったんですけど、8回投げ終えた時点で続投というふうなことは感じたので、もう最後1イニング集中して投げようと思いました。東さんは今シーズン、これで28イニング投げて、フォアボール、デッドボール、一つもありません。これも非常にいい数字だと思います。ストライクゾーンにどんどん投げることが自分の持ち味だと思っているので、その結果がそういった形で現れているのはいいことかなと思います。東さんにとってここ名古屋は高校3年間過ごした場所です。地元での完封勝利というのはいかがですか。本日は、この両親や、親戚、自分の娘、そして友人も含めてたくさんの方が、来てくれているので、その前でしっかりと完封することができて、そしてベイスターズはこれで7連勝です。チームの雰囲気もいいんじゃないでしょうか。そうですね、チームとしていい勢いがあるので、このまま勝って首位をキープしたいと思います。それでは最後にバンテレンドーム名古屋に詰めかけたファンの皆さんにメッセージをお願いします。本日はありがとうございました。